They are very tired. じゃあここから読みます。日本からいきますね。一緒に読みます。One, two, three. 毎年、every year. 外国の人々がこの国を訪れる人数。The number of people visiting this country. その数は増加しています。The number is growing. 私たちを助けるために。To help us. 避難訓練を行う。Have an evacuation drill. 外国の人々のために。For foreign people. 住民のために。For the residents. 自己を守る。Protect themselves. 言語を学ぶ方法。そうだね。まあいいや。How you can learn a language. これね、そうですね。これが一番いい訳だと思うんだけど、本当の意味は、あなたがどのようにして一つの言語を学ぶことができるかという意味なんです。でも長ったらしいよね。だから言語を学ぶ方法っていうふうに簡単に言っちゃってるわけだけど。日本語で指示が与えられます。Instructions given in Japanese。これはちょっと変えましょう。これでもいいんだけど、もちろん訳ではね。でも元の本当の意味は、日本語で指示が与えられ、日本語で与えられる指示かな。与えられますと言ってないんだよね、実はね。与えられる指示。じゃあもう一回いきましょう。日本語で与えられる指示。Instructions given in Japanese. 日本語で与えるじゃなくて、これ与えられる指示。これ後ろから行くからね。配布されました。Handed out. ボランティアによって作成された地図。A map made by the volunteers. あ、これはいいね。ボランティアによって作られた地図っていう感じだからね。どこに行くかを示しています。Shows where to go. 彼らは来るべきです。They should come. 学校で何人かの生徒にインタビューしました。Interviewed some students at the school. 一人は言いました。One said.手伝って嬉しいです。ああ、手伝えての方がいいでしょうね。手伝えて嬉しいです。I am glad to help. 私にとって重要です。It's important for me to. あ、この to があるからね。することはっていうのが抜けてるかな。することは。このすることはの前に何々っていうのを入れた方がもっといいね。ね、to の後に何、あ、じゃあ、ということは、この後ろに何々を入れないとダメってことか。これ。ね。じゃあ、もう一回言いましょう。何々することは私にとって重要です。It's important for me to something. 悪いスタート。A bad start. いいのは good start だよね。準備ができている必要があります。You should be ready. You should be prepared. でもいいよね。ますます多くの more and more 彼らの中のいくつか some of them、地震の際の対処法 what to do in an earthquake 地震の中で何をしたらよいかという意味です。だからちゃんとした日本語だとこうなるわけね。準備が必要です。 it is necessary for you to be prepared 訪問者を助けるためにTo help the visitors. これね、訪問者を助けることって訳すこともできます。前後の関係によってそれ自分で判断しなければなりません。それに参加した。Experienced the evacuation drill. ちょっと待ってね。それにじゃないよね。The evacuation drill だから何に参加したかというと、避難訓練だよね。避難訓練に参加した。Experienced
the evacuation drill。 これは避難訓練を経験したと言ってるんですけれども、まあ、参加したというふうに自然に訳してますね。彼らはシミュレーションから多くを学びました。 They learned a lot from the simulations。 中学生 Junior High School Students。 その本は簡単な言葉を使っています。 The book uses simple words。 シンボルと図、 Symbols and pictures。 シンボルと絵としてもいいですね。災害時に In a disaster。外国の人々は住むためにやってきています。Foreign people are coming to live. ジムネジウム。間違った。ジムナスティックス。ジムネジウムって体育館だもんね。ジムナスティックス。